はい、皆様おはようございます。デレンデレンデレ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 ン。はい、本日はですね、タラですね。はい、スケソウダラと申します。北海道でね、結構水揚げされる、タラでございます。まあ、鍋料理とかね、唐揚げとかね、いろいろ使われますが、本日はですね、唐揚げいってみたいと思います。それではね、タラさばいていきたいと思います。結構ね、長い魚でございます。それでは始めます。はい、まずですね、こちらですね、ここにまあエラとかあるんですが、まあこれは後でね、まあ、取ればいいかなみたいな。最初にね、こちらですね、結構ね、ふにゃふにゃした魚、深海魚に近いんですね。ふにゃふにゃした魚なんですね。これの、このヒレですね、胸びれの下と頭の付け根ですね。はい、そこをね、こうガッツンガッツンと。で、真ん中に結構ね、硬い骨がありますが、もう構わずね、出刃包丁でガッツンガッツンガツツンツンとね、切っちゃってくださいませ。はい、そしてね、裏側にして、また同じですね。はい、こんな感じでございます。はい、いかがでしょうか。はい、入っているのが、白子ですね。これが粒々のやつが入っていた場合はタラコですね。タラコのはね、なんかまあ、貴重品みたいなね、感じでございます。はい、そしてね、このお腹のところ結構柔らかいんでね、そしてツルツルね、滑ります。で、このね、内臓のところを洗い流していきたいと思います。はい、結構ね、内臓入っております。こんな感じですね。はい、もうね、ここまで来たらもうこっちのものでございます。あとはね、いつも魚のようにね、こうずっこんずっこんとね、肛門のとこまで切っていって、このね、お腹に黒い皮がね、ついてますので、これね、ペッキンペッキン剥がしちゃってください。ペッキンペッキンペッキンですね。ペッキンは、中国の首都かな、違ったかな。はい、こんな感じでね、OK OK でございます。そうしましたらね、一回まな板の方を整理整頓していきたいと思います。はい、まな板の方はね、整理整頓整いました。あとはですね、まあ、これ普通のお魚のようにね、こちらですね、ここに真ん中にね、こう骨が入っております。あ、すいません、私ちょっと鱗をね、取るのを忘れてしまいました。まあ、薄い鱗なんですが、まあ、取っておいた方のが、よろしいかと思います。まあ、すいませんでしたね、これ頭がついてるうちにね、お腹の入ってるうちに取った方が、取りやすいと思います。申し訳ございませんでした。すっかりね、慣れっていうのは恐ろしいですね。はい、こんな感じでね、鱗を取ってくださいませ。はい、そうしましたらね、さばいていきたいと思います。はい、まずですね、普通のね、お魚と一緒感じですね。ここに骨がピーッと入っておりますので、ここまでね、包丁を入れてやってください。こんな感じですね。こう長いんでね、ちょっと映しにくいんですが、こんな感じで、入れてください。そしてヒレの上ですね、ここにヒレがついているんですが、ヒレの上ね、包丁を入れてください。はい、そして真ん中まで行きましたらね、今度逆側ですね。はい、逆側も、ヒレ、こちらのね、ヒレの上に、包丁を入れてください。もうヒレがね、お魚の真ん中についておりますのでね、その上ですね、その上をね、こんな感じで滑らしていっていただければ、幸いかと思います。はい、こんな感じでね、ざっくんざっくんざっくんといっちゃってくださいませ。はい、そして真ん中のね、骨までですね、こんな感じでガガ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 ですね。はい、行ってください。そうしましたら、いつものようにですね、尻尾の方を、包丁ね、切っ先を出します。ここに骨があります。骨の上を通して切っ先を出して、あとはですね、こうやって骨の上をね、こういう骨があるとしたら、こう上をこう滑らすような感じでね、さばいていっていただければ幸いかと思います。はい、こんな感じですね。
はい、そして尻尾のとこをちょんですね。はい、これでね、まあここにまだ骨がついているんですが、ちょっとね、骨付きの方と身の方に分かれました。そしてね、一人でこれ一匹食べきんないんでね、こちらのね、今骨、この中骨を取った方、これをね、調理していきたいと思います。はい、まな板の整理整頓いたしました。そしてですね、こちらにお腹骨がついているんですが、これはですね、いつものようにこうね、普通包丁こういう風に使うんですが、逆さ包丁にして、この付け根ですね、見えますでしょうか、この付け根から上にダダ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 ダと押していきます。そうするとね、お腹骨がこう綺麗にね、ここ剥がれますので、あとはね、薄くですよ、薄く削いでいってください。で、最後まで来たらこれをバンですね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。でね、真ん中に骨があるんですが、もうこれ関係ないですね。もう要は唐揚げなんでね、ま、鍋でも同じような感じでいってくださいませ。そうしましてですね、あとはね、一口大にこうカットカットキットカットカッティングですね。はい、こんな感じでね、カットカットしてくださいませ。ちょっとね、こう包丁斜めにして最後皮のとこを立てるような感じでね、やっていただけると幸いかと思います。はい、こんな感じですね。はい、一口大にね、全部切り終わりました。そうしましたらね、ボウルの中にすっこんすっこんすこればこんこんですね。はい、それではね、揚げていきたいと思います。タラの唐揚げ、これはうまいんですよね。はい、タラがね、ボウルに入っております。そこへね、タラの総重量の 1% のお塩ですね。はい、そしてあとは、はい、いつものブラックペッピー。俺辛いの好きだよっていう方はね、思いっきりブラッキーブラッキーしてくださいませ。俺ちょっと辛いのスパイシーなの苦手なんだよなっていう方は、少しにするか入れないでも大丈夫でございます。はい、そしてね、いつものように片栗粉ですね。まあ、あの天ぷら粉でもうどん粉でも構いません。これをね、ふりふりふりして、混ぜ混ぜ混ぜですね。そしてですね、このタラの表面にまんべんなくですね、つけてください。業界ではね、このことを打ち粉と申します。まあ、なんでこんなことをするかと言いますとですね、タラからね、うまみが出ないのをこうお粉でね、閉じ込めてしまおうではないかみたいなね、タラに防弾チョッキをね、着せてしまおうではないかみたいなね、こんな流れで、打ち粉をすることになっております。そうしましたら、いつものようにね、180度熱した油ね、温まっております。そこへ静かにですね、カラ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 ですね、カラッと上がってタラタラタラですね。はい、このガツンガツンガツンガッチリツン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 と、入れてくださいませ。まだね、タラが油のその底の方にね、沈んでいるのが分かりますでしょうか。これがね、上がってまいりますと浮いてきますので、その辺が目安となります。はい、お分かりになりますでしょうか。さっきね、沈んでいたタラタラタラですね、タラタラタラね、これがだいぶね、油の上の方にね、浮いてきたのが、分かりますでしょうか。もうね、このぐらい上がってきて、お菓子でね、ちょっとつまんでみて、あ、カチカチ感があるね、みたいな。カチカチ感あるよ。だからね、感じになりましたら仕上がりでございます。ちょっとまだこの辺ね、ちょっとお菓子ですね、くよっとしますのでね、もうちょっと上げていきたいと思います。はい。はい、もう、こんな感じでいかがでしょうか。そうしましたらね、一気に揚げちゃってくださいまっすぐ、ね、必ず油は、よく切ってください。はい、そして必ず油はね、止めてください。ね、もう火災の原因になりますのでね、必ずもう揚げた瞬間に油の火は止めるようなね、癖をつけていただけると幸いかと思います。はい、それではね、タラの唐揚げ盛り付けてね、食していきたいと思います。テーブルの方にですね、タラ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 の唐揚げですね、運んでまいりました。そしてね、下に大葉と天使ですね、天ぷら紙、そしてね、一味マヨネーズですね、そしてレモンを添えてみました。あとはね、このマヨネーズの方にですね、レモンをキュンキュンキュキュンパですね、はい、絞りました。
はい、それではね、いただいてみたいと思います。これね、昨日ちょっとやけどしちゃったんでね、怖いんですよね。ふうふうして、いただきます。ふうふうふう、もう誰かね、ふうふうして食べさせていただけると最高かと思います。いただきます。ね、最高です。そしてたまにね、骨がありますのでね、まあ、気をつけていただきたいことを、お願いいたします。まあ、そんなに硬い骨ではないのでね、出てきましたね、骨です。もうね、気をつけて食べていただければ幸いかと思います。まあ、これフィレオフィッシュのね、原材料みたいなもんなんで、もうマヨネーズとかね、タルタルソース、レモンとかね、非常によく合います。ではもう一口いただいてみたいと思います。いただきます。うまい。本当にね、軽い魚なんでね、本当サクサク美味しいございます。いただきます。最高ですね。本当ビールが欲しくなります。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。本日ですね、タラの唐揚げ、タラのさばき方、動画にまとめてみました。皆さん、鮮魚店とかね、お魚屋さん、スーパーなどでね、もうタラ丸ごと売ってんじゃねえみたいなね。そういえば、まかない屋がおろしていたな、ちょっとうちも今晩は唐揚げにしようかな、しようかしら、みたいなね、感じで思い出していただければ幸いかと思います。それでは本日もありがとうございました。うまいです。最高。